皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、 DIY になるのかわからないですけどをやっていきたいと思います。この寝るところのお部屋なんですが、こう昔ながらのフローリングの色んなが赤茶っぽい感じがあって、なんかせっかくならこうもうちょっとおしゃれな部屋にしてみたいな、初めての一人暮らしだしっていうことで、これからこのタイル、フロアタイルを貼っていこうと思います。こういう DIY も結構人生でやるのもほぼほぼ初めてなので、うまくできるかわからないんですが、まあ簡単って書いてあるので本当に簡単にできるのかやっていきたいのと、あとまあ私は車椅子なので、車椅子でどんな風にやっていくのかっていうのをちょっとちゃんとしっかり最後まで綺麗にできることを祈ってやっていきたいと思います。楽天のアジア工房っていうところのフロアシート、フローリングマットっていうものです。で、6畳分が29,980円、税込み。高いのか安いのか、私は高いと思いましたが、高いで、ホワイトオークっていうやつにしました。こちらホワイトオークになります。で、やっぱ1個がすごくずっしりしてて、裏面はなんかちょっとゴムっぽいでもないけど、なんかそういう感じの素材になってて、触った感じちょっと白い粉みたいなのがつくので、これはもう敷いた後しっかり拭かないと多分いろんなところが白くなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、何枚かちょっと汚れてるのもあったので、それも拭いて落ちるのかっていうのをやっていきながら、夜の9時過ぎですねになりましたが、いつ終わるか分かりませんが、まず明日ベッドが来るので、ベッドが来る前にやっていきたいと思います。はい、これが6畳分のフロアタイルですねになります。で、めちゃくちゃ重いんです。これヤマトさんも1個ずつしか持てないって言ってたくらいめちゃくちゃ重いので、普通になんていうの、車椅子じゃなくても健常の女性で持つのは多分大変なので、ここで梱包を開けて、まあ何枚かずつ部屋に運んでまず準備していこうと思います。はい、じゃあ箱から取り出して部屋に持ってきました。こんな感じで並べました。2枚ずつじゃないと重たくて大変でめっちゃ時間かかっちゃった。はい、で始めていくんですけど、準備する、事前に準備するものというか、やっておかなきゃいけないことが、まずは床の掃除ですね。ただ今掃除機もクイックルワイパーとかも私ないんです。でもクイックルワイパーの布、拭くだけの濡れたやつだけはあるので、こう置く前に拭きながらやっていこうと思います。あとは、メジャーと、まあ、メジャーか物差しかですね。で、カッターで切れるそうなので、カッターと、あとカッター板とか段ボールとかを下に敷くようにしてください。で、あとこれですね、段ボール切ったちっちゃいやつなんですけど、20個くらいあります。壁にぺったりくっつけるんじゃなくて、だいたい5ミリくらいの幅を開けた方がいい、その熱とか寒さとかの、そので膨張したり縮んだりする可能性もあるっていうことで、こうピチピチにならないために、少し隙間を開かせるために、これをこう挟みながらタイルを置いていく形になります。はい、ではやっていこうかなと思います。まずはクイックルワイパーの、この本当はクイックルワイパーにつけてやるやつで、綺麗によいしょ
記念すべき一発目、えい、置いていきます。それで段ボールを挟めながら、よいしょ。本当にこれ動かないのかな、不思議。やばい、不器用。こんな感じかな。こんくらいの隙間が開くんですけど、段ボール。これで敷き詰めていきます。1列目、一応最後まで来ました。で、でもやっぱドンピシャじゃないです。ここ、重なってる部分が余る部分なんですけど、若干ですね、若干余ります。で、ここの切り方なんですけど、まあ、測るのもいいんですが、やり方が YouTube の方にも載ってあったんですけど、他の人のやつを参考にして、はい、これ今重なってる部分だと思うんですけど、それに対してもう一個同じように重ねます。重ねてあげます。3つが重なってる状態ですね。ここもこっちもちゃんと合わせて、ここに印をつけて切っていきます。ペンを忘れたので、とりあえずカッターでちょっとだけ線をつけていきます。印の線なので、こっちあんまり今下にぶっとフローリングに気づいちゃうので、とりあえず線だけ、はい、入りました。ちょっと曲がったけど、いうかな、まあ余った分も切っていきたいと思います。で、これ切るのは結構簡単って書いてあったんですけど、一回この今なぞった線の通りにがっつり定規を当ててカッターで切っていきます。結構切り込み入れたの分かりますか、これ。で、これを折る。全然切れない。あ、来た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 。結構奥までやらないとバリってならないので、で、最後このゴムのところもまた切っていきます。こんな感じで切れました。結構ちょっとね、曲がっちゃった。で、ちょっとボロボロな感じはあるんですけど、こんな感じでね、壁の方に行くので私は気にしないで、ベッドが乗ってくる位置なので隠れるし気にしないです。気になる方はこここうヤスリとかで削ってる方もいました。うまくはまりましたね。まあ、部屋の、まあ、形上私は結構あんまりはみ出るのはなさそうですね。これこんな感じ、これだけなので、どん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 敷き詰めていこうと思います。3分の1くらい終わりました。一発目決めたら、あと2枚目以降は、3枚目以降かなくらいは結構楽にいって、で、このクローゼットのところはちょっととりあえずレールのなんか若干1ミリくらいの高さ、段差があるから、そこにちょっと一回ベタ付きしてやってみようかなって思います。で、この四隅はもう仕方でいいかな。
なんやかんやゆっくりやって結構時間かかったんですけど、最後この縦細ラインをやっていきます。縦に切るのがこの板大変だということなんですけど、うまく切れるか、とりあえずまた同じ方法でこう重ねて、この重なったラインにカッター引いて線引いて切っていこうと思います。はい、床のタイル全部貼り終えました。ただいまの時刻2時15分わー超眠たい。9時くらいから始めて今2時15分、11時12時23、あ、じゃ11時12時12、5時間、まあ休み休みやりながらお尻痛めたりしないようにやったんで5時間かかりました。どうですか、画面的にはすごく綺麗に貼れてる、並べられてる感あると思うんですけど、なんかタイル一箱分くらい余っちゃった。で、ところどころやっぱりこう隙間があったりするんです、ボコボコな感じとかね。で、ここのタイルちょっと折れてたり見えるかな、するんですけど、ここなんかちょっと余計に隙間取ってあったり、まあでもここら辺はもう、ベッド置くので全然気にしなくていいかなと。見える部分は結構綺麗に敷けたんじゃないかなというふうに思います。まあ皆さん、ぜひやってみたい方はこの動画を参考にして、まあ普通の健常の方であればもっと早く終わると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということでこの動画役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。やばい、声枯れてる。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。